国の動きだったんですね。それで、50年代の終わりぐらいにですね、ネオダダという動きがニューヨークで起きました。今度アメリカに視点が移ります。それでラウシェンバーグとジャスパー・ジョーンズの2人しかいませんので、代表者2人だけですから、でちょっと知っといてほしいなって思うんですね。次ネオダダになります。これがですね、ラウシェンバーグの若い頃なんですね。あとでこの辺見せますと、ラウシェンバーグの作品、ラウシェンバーグが作品を作り出すきっかけっていうのはこの辺りなんですよ。抽象表現主義っていうのが彼の表現する前にあった動きなんですね。抽象絵画プラス表現主義、これが合体したような表現のことを抽象表現主義って呼びまして、絵としてはね、ロスコ、スティルですね、代表的な2人、3人いるんですけど、そのうちの2人がこれです。皆さんですね、初めてこれを見たとしたらどう思うでしょうか。抽象絵画そのものが分かりにくい、イメージとして分かりにくいっていうところがあるんですけども、なおさら非常にシンプルな絵の具だけでね、シンプルに組み上げられた作品ですから、多くの人がこれね、どう見たらいいのかよくわからん、どうしたらいいんだろう。巨大なキャンバス、結構でかいんです。巨大なキャンバスに抽象的な色面、色の面で全面を覆ってしまう、オールオーバーって言いますけどね、そういう絵画がもてはやされた時期が50年代の前半ぐらいだったんですよ、ニューヨークでね。それは主に評論家の理解っていうかな、それをベースで進められた展開なので、一般の人にとってはですね、ついていけないんですよ。一体これらの絵はね、抽象絵画って何をどうやって見たらいいのかよくわからない。待ったな、面白さもわからないし、良さもわからない。全くわからない。そういう難解なものになってしまう。絵画ってなんて難しいんだっていうふうなイメージになってしまったっていうことなんですね。でね、ラウシェンバーグはね、たちはね、あまりにもこんな風になってしまった絵画っていうのはまずいんじゃないの、もっと身近に私たちが理解できる、分かりやすくて楽しめるような作品作りができないだろうか、もう一度それをね、取り戻せないだろうかっていう、そういう発想からスタートした。それで方法としては、ダダイズムのコラージュを使おうと言いました。ダダイズムの場合は、このままちょっと説明をしてもらわないと分かりにくいところがあるんですけど、コラージュです。切り張りしたような作品ですから、あまり綺麗なものじゃないんですけど、これは1914年、15年ぐらいから20年ぐらいの間のシルリアリズムの前の動きということになりますけど、こういうコラージュの作品が盛んに作られた時期がありました。これらを使って廃物、捨てられているものとか既製品、だからいっぱいいろんなもので身近に生活品として作られたもののガラクタっていうものがゴミ捨て場に行けば、あるいはそのゴミの収集日とかっていう日に行けばですね、いっぱい手に入るわけじゃないですか。そういうものを使って絵に貼り付け始めた。それで名前をコンバインペン、結びつけるコンバインペインティングと名付けたのがラウシェンバーグの作品なんですね。それでダダイズムの新しいダダイズムということでネオダダって呼ばれます。ニューですね、ネオっていうのは新しいダダイズムっていう、活動ということでラウシェンバーグが位置づけられたわけです。ぜひこれらのイメージですね、覚えておいてほしいんですけど、パッと見汚い、雑、いい加減、なんだこれは、ゴミじゃん、そんな感じですよ。ほら、これ見るとですね、これキャンバスですよね、額縁一応ついてますけど、大雑把に、なんかゴミみたいなのが貼ってあって、絵の具でバサバサ、絵の具っていうか大きな幅広ブラシですよね。で、渋い色で塗り分けられて、赤がちょっとポンとあります。これ椅子が置いてあるんだよ。これ椅子にも色がこう落ちてくるような感じ、椅子も塗ってあるよっていうことは、これとこれはセットなんだよね。これセットで展示してある、結びつけられてる、平面と立体がコンバインしてるよねということになりますよね。50年、
これからどんどんと展開していってですね、こんな作品があります。まあ段ボールみたいなものも新聞紙とかね、いっぱいあってありますよね。ゴミ捨て場から拾ってきたようなものじゃないですか。それに絵の具をぶちまけたりして、これはね、鷹というか和紙というか、その剥製ですよ。これが、画面からこう覗いている、くっくりつけてあるし、ここやっぱりなんか好きらしいんですよ、この辺の位置がね。ここが垂らしていて、ちょっとこう中に何が入っているか分からないような立体物が垂らしてあるという作品ですよね。汚いなって思うんですが、今もこれは展示してある作品なんですね。これもそうなんですよ。じゃあこれなんだろうかということをね、ちょっと考えてほしいんですけどね、まあ、これらは本番にしたものですよね。これなんだろうね、山田さん、きっとわかると思うんだけど、これ、なんだろう。なんだろう、布布だね。これ、ほとんど布なんですよ。それで、ここに一個なんかあって、それでここにボーンと同じ生地がある。布団です。あ、そうそうそう。布団っていうのはベッドです。すっかりだな、ベッド。本番ペインティング、ベッドをちらっとこう覗いたようなところに絵の具ぶちまけてあるわけですよ。でそれが、パネルに貼ってあるわけです、表面から。だから壁にこうベッドくくりつけてあるっていう、そういう作品。これ何なんだよこいつら、こいつらってこういうのはって思いましたね。でもね、今までにない作品ですよね。立体版のコラージュ、絵の具も塗ってあるし、コラージュもしてあるし、立体的なものも結びつけてあるしっていう、そういうことを始めちゃったのがこのラブシェンパンさんですね。一番有名なのこれ、切れちゃってるけどそうですね、モノグラムって呼ばれてます。これ一番彼の作品の中で有名なもの。これは高校違うところで見たんですね。アンゴラヤギって言ってました。アンゴラヤギの剥製をこのキャンバスというかの上に乗っけてですね、胴体にタイヤが巻いてあるんです。このヤギが最も有名なものなんですね。ラウシェバーグっていう人は都市の廃品、さっき見たようにですね、都市の廃品をそのまま空間にコンバインしたものですね。アッサンブラージュっていう言葉、ちょっと知っておいてほしいんですが、コラージュに対して立体的なものを寄せ集めて貼り付ける結びつけるなどの方法のことをアッサンブラージュって呼びます。まあ、こういう作品であったり、先ほどの作品であったりようなね、立体的なものまでくっついてるよっていう、そういうものをアッサンブラージュって呼びますけれども、まあ、コラージュの一体版ということが言えるかもしれないんですけれども、でこの作品はですね、スウェーデンだったかな、ストックホルムだったかな。私にとった時にはね、ちょうどお休みでね、これ見れると思ったんだけど見れなかったんですけど、非常に有名なものです。でね、ここにね、顔に絵の具が塗りたくってあるっていう作品なんですけど、彼の説明によるとですね、これは街中でね、ゴミ箱どっから拾ってきたって言うんですよ。これは全部拾ってきたものだと。このヤギも拾ってきた。拾ってきたんだけど、このヤギの剥製の顔がですね、ちょっと傷んでた。だからそれをなんとか修復をしたいなっていうことで、こそこそやってたんだけど、どうもうまくいかない。うまくいかないなと思って、もうイライラしちゃってね、で、絵の具を塗りたくっちゃった。それだけなんだということなんですね。まあ、そんな感じの作品なんですが、すごく印象に残るものですよね。アッサンブラージュ、平面と立体組み合わせちゃったようなドッキングしたような作品です。だからこちらはですね、ラウシェンバーグのね、柿っていうタイトルなんだけど、シルク使い出しました。シルクスクリーンで、版を作る、そしてそれを無造作にずれ、とかですね、組み立てて、ちょっと透明感を、醸し出すような感じでの作品作りということで、これはこういうちょっと巨大ですけど、巨大な平面作品、版画作品、量産してないですね、これは単品なんですけど、こういう作品を作り出した
このイメージなんです。ラウシェンバーグはこれとこれ、このイメージを作り出してですね、あの一気に飛び出してきた、そういう作家ですね。ネオダダの作家なんですが、ジャスパー・ジョーンズも後で言いますけど、ちょっと動画で見てもらった方が分かりやすいかなと思うので、今言った本の本です。ちょっと何分戻っちゃった6分か。ちょっとのんびり見て聞いてください。これらの廃棄物に芸術の材料を見出した画家の中に、後にポップアートで名を成すラウシェンバーグがいました。私は自分に一つの規則を課していました。つまり街の一角を一回りして作品にしたいようなものが見つからなかったら、どっちの方角でも構わないから、もう一つ別の一角を回ってみる。これが自分に課した決まりでした。自分の作品はどんなものでも、少なくともショーウィンドウと同じくらい興味があるものでなければなりませんでした。その結果、ラウシェンバーグは廃棄物も含め身の回りで見つけたものを組み合わせて作品を作り上げます。彼はこの手法を物を一つにコンバインする、つまり結合して一つの作品を作るという意味で結合と呼びました。彼はテキサスの生まれで、1950年代の初めにニューヨークにやってきました。初め抽象表現主義の絵を描いていましたが、そこからさらに新しい世界を求めて画面にオブジェを貼り付けることを考え出し、それが結合に発展したのです。以来彼はポップアートに大きな影響を与えます。彼の作品の中にはこうした踊りのようなものもあります。1966年のペリカンです。どんな新しい芸術も無から創造されることはなく、必ず先駆け的存在があります。ラウシェンバーグの先駆けはドイツのダダイスト、クルト・シュビッタースのメルツ様式です。これはある作品の画面に貼り付けた広告の中にメルツという文字があったので、そう呼ばれるようになった様式です。シュビッタースもよく廃棄物を利用しました。ラウシェンバーグはそれをアメリカナイズしたわけです。ニューヨークの街は彼に様々なオブジェ、材料を提供しました。これはラウシェンバーグのコンバイン、結合の中では最も有名な作品、モノグラムです。しかしなぜヤギなのか。彼の場合、動物は文化の洪水の中で生き残った自然の象徴として使われています。しかしモノグラムという題名は、モノグラムとは本来文字の組み合わせによる図案です。この作品の場合は文字の代わりにヤギとタイヤが組み合わされています。これが発表されてからもう20数年経ちますが、未だに衝撃を与えているのはなぜか。多分セクシャルだからだろうと思います。性は永遠のテーマです。ラウシェンバーグと並ぶもう一人のポップアートの先駆者はジャスパー・ジョーンズです。この二人は対照的です。ラウシェンバーグの作品が雄弁なのに対して、ジョーンズの絵は完結そのものです。一方が外交的なら一方は内向的です。もちろん内向的なのはジョーンズで、彼はレディメイドのイメージに関心を持ちました。彼は身近にあって馴染みの深いものを作品の題材に選んでいます。目新しいものや斬新さとは逆に、誰もが知っているもの、知りすぎているためにかえって見過ごされているもの、そういうもので新しい芸術の可能性を追求しました。その典型的な作品は星条旗を扱った一連の作品です。国旗は文化の中で最もよく知られている標識です。しかし、ああ星条旗かで目をよそに移されては芸術になりません。目を引きつけなければなりません。ベルギー生まれのシュルレアリスト、マグリットのこれはパイプではないと同じ意味で、
これは旗ではないのです、絵なのです。絵画は星条旗のような極めて具象的なものまで抽象化できます。私たちがまず見るものは絵です。旗はその中にあります。その旗は具象的ですが、また完全に抽象です。このように平らな旗は芸術という理想的空間においてのみ初めて可能です。ジョーンズは同じことを数字を使って試みています。彼は色彩画家ではなく色調の画家としてはアメリカきっての存在です。この作品はエレクトロニクスとの関連において捉えるべきではありません。フランス18世紀の画家シャルダンから始まった生物画の伝統の延長線上にある作品です。これも缶ビールではありません。ブロンズで作り、それに絵の具を塗った劣気とした彫刻です。この絵筆も筆立てのコーヒー缶も実物ではなく、ブロンズで作り絵の具を塗ったものです。ジョーンズの作品は実物とは似て非なるものです。大衆文化に対する皮肉とも言えます。ジャスパー・ジョーンズもくっついていたわけなんですけど、旗です。旗っていうか星条旗ですよね。これね、キャンバスに旗が書いてあるわけです。で3枚書いてある。これ貼り付けてあるからちょっと影がここにできて立体的にね、重なり合ってると。で壁にかけてあるっていう、そういう作品です。だからこれはですね、ちょっと中心に正しい絵なの、声援なんですけど、標的ターゲットっていうタイトルなんですけど、銃とかね、それから弓矢とかで標的として記号でもありますよね、この真ん中狙いという。でこれはね、立体物なんですよ。これはセットになった1枚の半立体の作品ということになります。これ絵の具で描いてあるんですけど、これ一体 何を描いたんでしょうね。ちょっと佐藤さん、これ何描いたものだと思います？地図、何の地図？世界地図。ああそうです。ちょっと違う、アメリカの地図なんですよ。合衆国の地図。よく分かりました。こういうふうにですね、ジャスパー・ジョーンズはみんなが知っているイメージ、誰もが知っているようなイメージを自分の作品のベースにおいて、それを描くわけなんですよ。でね、国旗や標的はともに記号です。前々回象徴ってのやりました。象徴っていうのは、近代的な象徴ってのは作者がある意味を作品の背後に込めているので、それをこうメッセージとして理解できないと、なんだかよく分からなくてもなんかこうもぞもぞしちゃうよねっていう、そういうような感じのことを言ったと思いますよね。それに対してですね、ジャスパー・ジョーンズの書いてるものっていうものは象徴じゃなくて記号を扱ってるんですよ。誰もが知っている、標的は一つの目的になるものだよねっていうことで、みんなが一つ の意味を共有しているものですよね。国旗もそうです。これは USA だよねということになりますよね。だからその背後にね、作者が込めた意味とかっていうのをあえて探らなくても済むわけですよ。面白いねとかね、なんかこう素敵ねとかね、これはよく考えたなとかっていう、それだけでこう楽しむことができる、味わうことができる作品なんです。変に作者の意図みたいなものをですね、分からないものを探るというか、その必要はない作品なんです。分かりやすいというかとか言えると思いますね。それで、彼の作品、これね、これは白黒と言っていいのかな、なんて言ってね、同じターゲット、国旗なんですけど白で書いてあるんですよね。で元々はね、これ新聞紙貼ってあるんです。
パネルに新聞紙を貼ってそこに白で書いてあったですね。でね、近寄って隅っこの方を写してみるとね、こんな風になってるんですよ。デコボコなの、なんだこれは思うんですね。これはローなんです。おっ、おー、来た、ローで書いてあった。以前ね、このミイラがの時にロー画だったよね。ローで描いたり、まあ、テンプレで描いたりもしました。卵で描いたりもしたけども、ロー画っていうのがこの時期に使われたよね。この技法をですね、それはもう一回自分の作品に使おうと思ったわけです。普通にね、例えばアクリル絵の具でピチッとポスターカラー塗るみたいに綺麗に旗を描いたら、まあ、もう面白くないじゃないですかね。で、こうやってどこぼこのね、なんか近寄るとちょっとこう汚いんだけど、どっから離れると味わいがあるような感じの表情を持つ人になるわけじゃないですか。いわば手書きの味っていうか、手仕事の雰囲気が残ってるっていう、そういう表現を感じてる。何かこう、きれいに塗るというよりも、むしろ何かその手技を残すという、そういうような感じですね。これもまあダダイズム的なね、一種壊すようなものを壊すような感じの要素があったんじゃないでしょうかということです。まあ、手書きにこだわったっていうことが言えるかもしれない。まあ、この2人がですね、ポップの先駆けというか位置づけとしては、ブリティッシュポップからニューヨークに来て、それらが抽象的主義からこうポップを生み出すような一つのこう媒体というきっかけになった2人の動きっていうふうに言われています。さて、そうしたら今度は60年代に入ってアメリカンポップを